お待たせいたしました。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。埼玉西武ライオンズ対中日ドラゴンズ、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。ライオンズの先発はルーキーの前田、対するドラゴンズの先発は右の清水、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ルーキー、やっはっそれ。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは石岡。第1球、や初球決まってストライク。まずは決めてきました。さあ、次の投球、投げました。シュートはボール、外角高め。第3球を投げました。打ちました。これはショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ブライト。ブライト背番号42。第9球、ボール。第2球、投げました。ストライク。第3球を投げました。内角、直球は外れてボール。投球これから4球目、危ない球。次は5球目、5球目ストライク。次の球がラストボール、投げた、打った、キャッチャー落下点に入りました。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番平田。平田背番号6。第9、投げた、危ない球。第2球、えい、ボール。第3球を投げた、アウトロー、空振り。第4球を投げた、打ちました。あっと引っ掛けた、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。前田、無難な立ち上がりです。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者マルティネス。第9、投げた、アウトローを見送ってストライク。第2球、投げました、打ちました。当たり損ねのサードゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番鵜飼。背番号4。第9、投げました、ストライク。胸元厳しい球、重そうなストレート、初球ストライクから投げました。スライダー空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、インハイ、外れてボール。第4球を投げました、ボール。第5球、投げた、空振り三振。右バッターボックスは6番石川。石川隆也背番号2。第9、投げた、初球見送ってストライク。重そうなストレート。第2球、投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、1つ外したボール。次は4球目、投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。前田、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。
き分けで終了です。ご覧いただきました一戦は1対1引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で、山手球場よりお伝えしました。ペナントレースに向けた大事なオープン戦となります。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。スワローズの先発は左の寺島、対するライオンズの先発はルーキーの前田、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。ルーキーの前田マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは丸山。第1球インコース低め、ストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球投げました。ストレートはボール、内角へ。第3球を投げました。直球ストライク、アウトローへ。重そうなストレート投げました。打ちました。山田ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番中山。第1球フォークボール見送ってストライク。第2球投げました。低め外れてボール。第3球を投げました。3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目投げた、打った。
バックネットの前でボールをつかみました。バッターは3番坂口。第9球外れた、ボール。投球これから2球目。打った、続き余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前田、今日は無難な立ち上がりです。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは浜田。第9球投げた、初球スライダー空振り、タイミング合いません。投球これから2球目。速球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。第3球を投げた、超新魔球回、空振り三振。浜田全くタイミングが合いません。第9球投げた、低め見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた、ボール。次が4球目、投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ちました、ショート右横のゴロ。ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスには西田。背番号30。第9球投げました、インコース高めストライク。初球ストライクから投げました、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、低め、フォークは外れてボール。第4球を投げた、ストレートはボール、内角高め。さあ投球は5球目、投げた、超新魔球回、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。前田、最後は見逃し三振に仕留めました。2回が終了しまして0対0です。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように5対0、ライオンズ残念ながら敗れました。勝利投手は星、敗戦投手は羽田。ライオンズなんとも後味の悪いゲームでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、山手球場よりお伝えしました。
お待たせいたしました。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、オープン戦の模様をお伝えしてまいります。カープの先発は右の遠藤、対するライオンズの先発はルーキーの前田。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ルーキーの前田マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。えい、ふっ、や、1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは羽月。第9球投げた、流し打ち、どうだ、三塁線惜しくも切れてファール。第2球投げた、ボール。投球は3球目投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってストライク。第5球投げました、打ちました、カマンの交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番大森。背番号59。第9球投げました、決まった、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、危ない球。第3球を投げた、3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げた、あっとバットの先だ。山田掴んだ、一塁送球、判定はセーフ。記録はヒット、記録はヒットです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球初球はストライク、一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、打ちました、もう一回一塁へ牽制球。第3球をそれ低め、ボール。投げた、打った、バックネットの前でボールを掴みました。第9球投げた、初球決まってストライク、一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。1球目ストライクからボール、投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ。渡辺自らベースを踏んで3アウト。カープファーストランナー残塁。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の裏、2点を追いかけますカープの攻撃。先頭バッターは堂林。第9球投げました、決まってストライク。第2球投げました、打ちました、カマンのボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中村。第9球投げました、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、山田下がっていった、ヒットになります。中村いいバッティングを見せました。バッターは DH の田村。
第1球それ外れたボール一塁へ牽制球を送ります。第2球やアウトロー際どい球ボール投球はこれから3球目一塁牽制タッチセーフ第4球を投げたストライク第5球投げた打ちました一二塁歓迎カバンの取った二塁を送るセカンドフォースアウト一塁はセーフ一塁はセーフ併殺失敗第1球決まってストライク第2球投げた超新魔球回見送ってボール投球はこれから3球目一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げたフォーク空振り三振2回の裏が終わりまして2対0ライオンズ2点リードは変わりません。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対2ライオンズ1点差で敗れました。勝利投手は菊池、敗戦投手は黒田、そして西武は田中。ライオンズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で山手球場よりお伝えしました。